これはカラビナって言って閉まってる状態の時に赤い線が出るように塗ったりしてます。でこの開いてる状態の時は身が効きすぎたら壊れちゃうんでしっかり締めて赤い線を出して身がかかっても壊れないようにしてます。手入れする時はこの回るところを外してこっちの中に凹凸があるんですけどそれを磨いて滑りを良くしてでこっちの赤いやつが消えかかったらペンで塗ってまた新品同様にして次の現場に持っていきます。常にそれは持ってるんですか？そうですね、だいたい必ず1個は持つようにしてますね。で多い人だと 2、3個アポロープと同様に持って上がります。ちなみにそれって何に使います？コロープと一緒に使うんですけど軽い部材とかだったらボルトの穴に入れてこっちをコロープで吸ってあげて下ろすったり上げたりするために使います。大体は物を吊ったりとかするようですね。